はい。おはようございます。大学院オープンラボの研究室公開ができなくなったので、それの代わりに研究室紹介をここで行いたいということです。で、今からやっていくのは私の研究室の紹介です。簡単な紹介になります。あまり長く時間をかけないようにしたいと思っています。電気通信大学にはですね、大学院として5個の5つの専攻があります。情報学専攻と情報ネットワーク工学専攻と知能機械システム学専攻と基盤理工学専攻と共同サスティナビリティ研究専攻です。で、共同サスティナビリティ研究専攻というのはですね、これはこの多摩地区の3つの国立大学が共同でやっている専攻で、博士後期課程しかないんですが、私が所属しているのは情報ネットワーク工学専攻です。それで情報ネットワーク工学専攻の中に4つプログラムというのがあります。情報数理工学プログラムとコンピュータサイエンスプログラムと情報通信工学プログラムと電子情報学プログラムです。で、私が所属しているのは情報数理工学プログラムになります。ポイントありますね。これですね。情報処理学プログラムですね。で、ここで研究教育を行っているということになります。それで所属する学生も、私の研究室の場合は大学院生は情報ネットワーク工学専攻の情報数理工学プログラムに所属するということになります。この専攻とかですね、プログラムの紹介は大学のページの方から、またこれも動画でたどれますので、そちらをご覧ください。では研究室の説明をしていきたいと思います。私の研究室、私自身ですね、が行っている研究領域は、だいたい離散数学や離散最適化、離散アルゴリズムと呼ばれるものや、それらの応用領域になります。それで離散数学とかいうのはですね、何なのかと言われる、よく質問されるんですけども、左の図のようにですね、こういうなんかバラバラなものですね、こういうものを対象にしているような数学です。でですね、対になる概念は大体連続と呼ばれるものなんですけども、連続というのはよくその微分積分とかですね、そういうもので対象となるような関数とかですね、そういうつながっているようなもの、そういうものを連続と呼んでいることにしてます。そもそもその離散数学とか連続数学って言葉が本当に意味を持つのかどうかっていうのは、私は割と疑問に持ってるんですけども、そういう用語がですね、広く使われているので、ここでもそういう用語を使っていこうと思っています。で、離散数学というのはどういうものを対象にしているかというと、先ほどお見せしたようなものを、これグラフと呼んだりします。ネットワークを数学的に抽象化したものですね。で、その他にもいろんなものが離散数学の対象になり得て、右下に書いてあるものは、これ論理回路の例ですね。論理回路はその情報学、情報科学、情報工学とかですね、コンピュータサイエンスにおいて非常に重要な対象ですけども、その論理関数が行うこととか、論理関数そのものの構造というのも離散数学の研究対象になっています。真ん中に書いてあるのは、これ順序ですね。順序っていうのはですね、連続数学の対象でもあり得るんですけども、離散数学でもよく研究されています。右上にですね、挙げてあるのが多面体ですね。ここに挙げてるのはこれ正十二面体ですけども、多面体そのものは連続空間に埋め込まれている物体なので、連続数学の対象と見てもいいんですけども、この多面体にはですね、この頂点があったり、辺があったり、この角形の面があったりという、そういうその離散的な構造物をですね、この貼り付けることで多面体が構成されていると思うこともありまして、そういうふうに捉えると離散数学の対象になったりします。ここに挙げたものは4つ例として挙げてるんですけども、他にもいろいろなものが離散数学の研究の対象となっています。でですね、そういうものは、その数学的な基礎、今一番下を見てますけどね、
として研究したり勉強したりしているんですけども、それらを用いてその一つ上ですね、アルゴリズムを作ったり問題を考えたりするというアルゴリズム理論の基礎の部分で、それを用いて実問題を解決していこうとするこのアルゴリズム理論の応用の部分、これを全部通して研究をしていきたいと、あるいは研究をしているということをやっています。どのように研究をしているかというと、大体ですね、その工学というものは現実世界の問題があったらそれをモデル化してコンピューターに乗るようにしています。そのコンピューターに乗るときにはですね、その数学的にモデル化するということを大体するわけです。で、このモデル化や、戻ってしまいました、すいません。このモデル化とかですね、数理モデルのその解析において離散数学を使っていこうというのが私自身、あるいはこの私の研究室の立場になっています。で、よく使う離散数学の道具というのは、グラフ理論であったり、離散幾何であったり、多面体理論であったり、組み合わせ論であったり、計算理論であったりします。そのようなものを使って問題解決をしていこうということを考えているわけです。有名な問題にですね、巡回セールスマン問題というものがあります。今ここに示している例は、アメリカ合衆国の13,509都市の例で、その13,509都市をですね、巡回するようなセールスマンが、より効率よく、一番効率よく巡回するにはどのようにしたらよいでしょうかというものを問う最適化問題です。一番よくするにはどうすればよいのかということを問うのが最適化なんですね。で、その計算方法を考えるのがアルゴリズムになるわけです。でですね、これは研究者が頑張ってこの一番良い巡回の仕方というのがもう求まってるんですね。でも、この巡回路を求めるというのにはですね、非常にいろいろな数学的な技法であったり、コンピューターのテクノロジーが用いられてるんですね。で、そういうものをしっかりと解けるように考えていくというのが、離散数学であったり、離散アルゴリズム、離散最適化という研究分野で行われていることになります。ただですね、このセールスマンが13,509都市を回るってことは本当にあるのかと言われると、多分これはないんですね。そういう意味では、今ここにお見せしているものは、例題、ベンチマークの問題として使われているだけであって、現実的にこのような問題が本当に起こるのかと 言われると、ちょっとわからない気はしますよね。ただですね、この巡回セールスマン問題というのはいろいろな応用を持っていて、それはセールスマンがどのように巡るのかということを離れたところにあるわけです。今お見せしているのはこれ別の問題なんですけども、これはですね、プリント基板にはめ込むですね、部品の穴がいくつかありまして、その穴をですね、どの順番に巡って部品を埋め込んでいくと一番効率よくなるのかということを考えた時に現れる巡回セールスマン問題の例になってます。で、これはですね、そのプリント基板の製造において非常に重要な問題になるわけです。なぜかというと、このようにですね、一番巡る、距離がですね、最小になるような方法が分かると、それだけプリント基板1つを製造するのにかかる時間が小さくなるわけです。で、そうするとプリント基板をより多く製造することができるようになります。そういう意味でですね、この巡回セールスマン問題というのは、セールスマンを巡回させるというだけではなくって、このようなですね、プリント基板の製造であったり、他にもいろいろな応用があったりして、そういうところで必要な問題となっていて、これを解くことは非常に重要であるというふうに考えられているわけです。巡回セールスマン問題がその歴史としてどのようなところから出てきたかと言われるとですね、これは初めに、ハミルトンという人がここに示しているような、イコシアンゲームというゲームを開発したところから始まっているというふうに言われています。ハミルトン自身は正十二面体の対称性というものに興味があって、そこから
このイコシアンゲームというものを開発したというふうに言われているんですけども、このイコシアンゲームというのは正十二面体の頂点を巡回するという、まあ、そういう問題であるというふうに捉えられています。あ、ちなみにこのイコシアンゲームというのはですね、売り物として販売されていたそうです。で、まあ、このようにですね、巡回するようなものというのをハミルトン経路というふうにグラフ理論では呼ぶんですけども、まあ、そのハミルトン経路の研究と、まあ、巡回セールスマン問題の研究というのは非常に密接に関連しています。算数学としてはこのハミルトン経路について、まあ、グラフ理論であったり、離散幾何であったり、多面体理論であったり、組み合わせ論であったり、計算理論であったり、まあ、その他の離散数学の分野においても多く研究されていて、まあ、ここに示しているのはその一例でしかないんですけども、このようなことが研究されていたりします。まあ、今ここで挙げているのはハミルトン経路の例になりますけども、他にもいろいろな問題があって、いろいろな問題に対していろいろな離散数学の部分分野の知見を総動員して、問題解決に当たろうとしているというわけです。ではですね、私たちの研究室ではどのように卒業論文や修士論文を考えていくのか、書いていくのか、そういう研究をしていくのかってことの説明をしたいと思います。まず重要なのはテーマ設定です。テーマ設定というのはつまり卒業論文とか修士論文のテーマを何にするのかというところです。その時にはまず学生の皆さんにはどういう興味があるのかということをしっかりと見定めていただく必要があります。で、それによってどういう問題を解くことになるのか、どういう問題を解くことになるのかということをはっきりとさせることになります。ただ、それだけではテーマにならなくって、その解くべき問題をどう解くのかということも重要になります。で、それはですね、この私が専門としている方法を使うことになります。つまりですね、皆さん、学生の皆さんが持っている興味と教員の持っている方法論を一緒にすることでテーマができるでしょうというふうに考えています。で、それに従って研究を進めることによって卒業論文や修士論文を仕上げていくという形を考えています。で、この教員が専門とする方法と言っているものが、先ほど言っていた離散数学や離散アルゴリズムや離散最適化というものになります。ここで重要なのは、この学生の方が興味のある問題として持ってくるものという問題が、私が専門とする方法論である離散数学や最適化やアルゴリズムと関係があるのかどうかってことは、とりあえず考えないことが重要です。皆さんが思っている離散数学や最適化やアルゴリズムというものが実際に研究されていたり、私が考えている離散数学や最適化やアルゴリズムというものと同じであるかどうかというのはよくわからないわけです。皆さんがそういうものを、そういうものというのは離散数学や最適化やアルゴリズムを狭く捉えすぎている可能性もありますし、広く捉えすぎている可能性もあるわけです。で、それによって皆さんの発想が阻害されてしまうのは私としては不本意です。そういうこともありますので、問題を設定するときには、どういう問題を解こうとするのか考えるときには、そういう観念をですね、取り払って自由に発想をしてほしいと思っています。で、その皆さんの解きたい問題に応じて、私の方からこういう離散数学の道具がありますよとか、こういう最適化の方法がありますよということを提示していくという形でテーマにしたいというふうに思っています。つまり重要なポイントは、学生が教員の研究を手伝うのではなく、学生が教員の研究を手伝うのではなく、教員が学生の研究を手伝うという形で研究を行っていくということになります。これが私の研究室で行っていきたい学生の研究のあり方になります。で、今までの卒業研究のテーマをここにざっと挙げてみたんですけども、これはウェブの方でも公開してますので、細かく見ていただく必要は今のところないんですけども、実にいろんなバラエティに富んだ研究を実際に
卒業研究で配属された学生は行っているということになっています。はい。で、研究室のメンバーと位置について最後に説明します。メンバーは私が教授としておりまして、他に博士前期課程の学生が8人、学域4年生、つまり学部生4年生に対応する学生が3人、あと交換留学生が1名おります。研究室は電気通信大学の西4号館の2階になります。ここに調布駅があるとしたときに、調布駅の中央口の方からですね、まっすぐ電通大通りという通りがあります。そこで、電気通信大学に突き当たりますけども、その東地区の中門を通って西門の方に行くと、西門に一番近い建物が西4号館になってます。あるいは、西門の方から直接入っていただくこともできます。2階に研究室があります。今は外出自粛期間中ですので、大学も閉じておりまして、皆さん電気通信大学に訪れることはできない状況となってますけども、いずれ訪れることができるようになったら、ぜひお越しください。はい、以上で研究室の紹介は